ドレフィス事件を議論する家族の夕食カラン、ダッシコとエマニュエル・ポアレは、ロシア生まれのフランスの漫画家、風刺画家である、モスクワで生まれた。祖父が1812年にナポレオンのロシア遠征に将校として参加して、負傷したため、そのままロシアに泊まったという家系の出身である。エマニュエル・ポアレは1877年に父親が亡くなった後、フランスに移り、 フランス市民権を得るために5年間軍務に就いた。軍の雑誌ラビー・ミリテールにドイツ軍を揶揄する風刺画などを掲載した。ロシア語で鉛筆を意味するカランダスクを名乗り活動した。1880年にアルベール・ロビダが編集する週刊新聞ラカリカチュアに初めて風刺画を発表した。有名な作品には1899年に新聞 フィガロに発表したギガで、夕食をする上品な家族が、ドレフィス事件の話題が出ると掴み合いの議論になる様を描いた。1898年に、仲間の画家のジャンルイ・ホランと共に、ハン・ドレフィスの習慣の風刺雑誌、PSST の創刊者の一人になった。この雑誌は85号まで出版され、カラン・ダッシュとホランの社会風刺や反ユダヤ主義の風刺画が掲載された。 パリで没した。スイス最大のヒッキングメーカーカランダッシュの社名は、この画家にちなんでいる。ありがとうございます。